南京市、南京市、南京市は、中華人民共和国の副省旧市で、チャンス省の省と、古くから、長古流域、河南の中心地で、かつては三国、呉、東信、南朝の僧、西、寮、陳、以上の六朝を総称して、陸朝、十国の南東や民といった王朝や、南京国民政府の首都であった。中国次第ことの一つ。 14世紀から15世紀にかけて、世界最大の都市であった。2016年の都市的地域の人口は678.14万人であり、総人口は827万人である。金量は、南京の別名である。また、新朝の頃には、高寧、高寧、艦隊アザ、高と呼ばれたことから略称は、年、ね、艦隊ア座、である。夏は、とても暑く、重慶。 武漢と並ぶ中国三大ボイラー、三大カロの一つと言われている。南京市域は長江が東西に貫いており、多くの中州や湖が散在する。長江は南西から南京市街地の西を通るように流れ、東の鎮江市方面へ流れてゆく。南京城内を南北に貫く新深海お及び北から注ぐ川が長江に交流している。地域内の地形は、 給料地が中心で、特に島地に接する、資金さんは有名である。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属し、年間平均気温は、摂氏15.9度である。夏は7月平均気温が28.1度に達しに、蒸し暑く。一方、冬は、比較的、寒く、1月の平均気温は2.7度で、 平均最低気温は低摂氏0.7度と氷点下まで下がる。最高気温極値は摂氏40.7度、最低気温極値は摂氏14度となっている。南京の歴史は、春秋時代に五がこの地に城を築いたことに始まる。戦国時代に呉を征服したス訪エは、金陵湯を設置。その後新朝による統一事業が達成され、 始皇帝がこの地に巡行してきた際に、この地に王者の木があると言われ、それに起こって地形を無理やり変えてこの地の木を立とうとした。また名前も金から、マグサのマグサ両見と解消している。三国時代になると、呉の孫権が二百二十九年に石頭城という要塞を築いて、剣領と称してこの地にとおいた。精神にて一旦、剣領を落とされた後に、 馬京、臨帝を引きして、健康と改められ、東神及びその後の四王朝、宋、彩、張、陳の都となった。呉を含めた六国がすべて同じ地にと置いたことから、陸朝時代の名がある。隋代には、高寧県、東大には、金良県、白下県、上元県と改称されている。隋東代には新たに改作された、大運河により、 朝光大岸の要州が物資の集積地となり、この地域の中心地としての地位を奪われた格好となり、王子の都としての繁栄は見られなくなった。東方海後の五代十国時代には、南東の都城である金領府が置かれ、後に改名されて、サイトと称する。民の大祖、主元庄、工武帝は百五十六年、州、喜ロ寺と呼ばれていた、この地を征服し、 以後ここを根拠地として、全土を統一するに至った。1368年、王天府と改められ、首都とする。1421年には、西南の役で皇位を散奪した、英羅組門により首都が、北京、順天府へ選都され、南京と改められる。なお、この選都に批判的であった息子の子を広指定は、即位後直ちに党南京に戻そうとしたが、 1> 第1年に満たずに休止したため計画は中止となる。このため、北京が国土として確定したものの、公文帝の領母、名高資料のある南京もまた明朝創業の地として重要視されて、副都としての扱いを受けた。民意一代において、首都北京周辺の北直令に対して、副都南京周辺は南直令とされ、南京には首都北京に異常があった際に備えて、 北京に置かれた朝廷を縮小したものが置かれていた。1644年に北京が理事政の巡軍によって陥落させられて民が滅びると南京の官僚たちによって南京を首都とした亡命政権南明が建てられたが翌年には清史によって滅ぼされた。秋代の南京の資金城は現在の呼吸公園であり工場の中に宮城があり現在の呼吸公園は かつての宮城の一部であり、門や主要建築物の石段が残っている。ちなみに、北京の紫金城、故宮も、明の北京戦都の際、南京の紫金城を模して建てたものであった。南京の紫金城は、西南の役の時工場の挙句、焼却されて、瓦礫となった。寝台に入ると、光寧と呼ばれるようになった。太平天国の乱では占領され、典型とされた。 また1858年の天津条約、1860年の北京条約において、西欧に対して開港した。侵害革命により、中華民国が成立すると、1912年には一時的に臨時政府が置かれ、1927年4月には国民政府の首都となった。日中戦争、品事変中の1937年12月には、 日本軍によって占領された詳細は南京攻略戦、南京大虐殺を参照。1940年3月に王朝明政権、南京国民政府の首都となった。1949年1月16日には国境内戦の結果、中華民国の中央政府は撤退し、4月23日には中国人民解放軍により占領された。 同年10月1日に中華人民共和国が建国されると直轄地になるが、1953年にチャンス省の発足とともに、同省の省都となった。1994年には副省休止になっている。なお、現在も中華民国は南京を公式な首都としている。詳細は中華民国首都を参照。 2016年の GDP は1兆503億元帳であった。2009年の GDP は4230.26億元帳で、前年比11.5%の成長であり、その内訳は、2009年の輸出入の総額は337.45億ドルで、その内輸出は184.59億ドル、前年比21.8%高であった。 2004年までの外資投資口は120億ドルで、投資件数は8652件、そのうち日本企業の総投資額は7.64億ドルであった。日本との貿易口は21.33億ドルで、輸出が11.25ドル、14.99%増、輸入が10.08ドル、18.53%増。観光業のみならず物流、金融、 情報センターを施行、投資の拡大を狙っている。各種の大学が48校あり、中に南京大学、東南大学は中国一流の名門大学である。各種の研究機関は640カ所あり、国内一流の研究センターと実験室が100カ所あり、毎年申請する重要研究成果は1200件、特許3000件を超えている。中国科学院医師と 中国皇帝院士合わせて75人、科学研究者30万人、大学生43万人、毎年大学卒業生10万人いる。地域には以下の11区がある。南京市は地域が長江にまたがって立地しており、すでにある第一大橋、第二大橋、加えて2005年の国体に合わせて、第三大橋と地下鉄1号線が2005年に開通。 さらに第四大橋、第二地下鉄が2004年に寄港された。これらによって、市の人口の移動を促進させる。これらの政策の推進で、経済都市としてのインフラを整備し、21世紀の国際社会にふさわしい都市機能を充実させることを目指している。また、超高層ビルも市内に多く立ち、空楼広場に面する中国第二位の超高層ビルで、ある、 司法タワーが2010年に完成した。そう雪きゼリのコーロームの舞台として有名で、物語に登場する12人の女性、金郷12冠差しにちなみ、12人の女性をミスコンテストで選んで、南京新全大使としている。2014年8月に南京ユースオリンピックが開催された。市内の交通としては、バス、地下鉄、鉄道がある。 2017の時点で、南京地下鉄線路の長さは中国第4位、世界第7位である。京湖線、コネイ都市間鉄道、ネイサイ線、京湖高速鉄道、ネイクイ旅客専用線。南京長江大橋、南京長江2橋、南京長江3橋、南京長江4橋、南京大正関長江大橋、G312 国道、G328 国道。 加工として、南京港がある。2004年には681万トンの貨物を扱った。64のバースがあり、うち16は1万トンの船舶が利用可能である。南京市公安局出入り境管理所が2002年2月に発行した中、A ・非・韓の4カ国語対応の冊子、外国人在南京スーには、以下の記述がある。 国際運転免許証を所持する外国人は南京市公安局交通管理部門の認可をもって南京市においての車両の運転が認められる。南京という言葉は明治昭和初期の日本において外来のエキゾチックなというニュアンスを含む窃盗語としてしばしば用いられた。かぼちゃ、南京イコールかぼちゃ、南京虫、南京城、南京豆。 南京袋、南京玉すだれなどの言葉はその名残である。これらの品々は必ずしも中国の南京から輸入されたとは限らない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。